はい、おはようございます。どうも、ついちゃんこと、つよぶんです。はい、今回はですね、ただいま朝の5時50分、今5時50分なんですけど、今日は空が社会科見学にお弁当を持っていくということで、もう気合い入れでお弁当をね、作るんですけど、気合いでカメラを回したらいいんじゃないってバッシーが昨日言ってて、そうしようと思ってもう浅すぎて頭が全然回らないんですけど、動画の本数が足りてないからっていうのもありますし、朝で気合い入れるためにっていうのもありますし、とりあえずあの空のお弁当を今日は作っていく動画を回してみようかなと思います。なのでずっとこんな感じ、こんなやばいね、オフが半端ないんですけど、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。とりあえずよいしょ、ピンクのパジャマにピンクのベストにピンクのエプロン、ピンクのバンダナ、はい、もうやばいですね。よし、何からやろうかな。もうさ、ていうかさ、本当にさ、このさ、私さ、ベーコンのさ、このさ、テープがさ、本当にさ、本当に嫌いなの。本当にベーコンのこのテープがこうなっちゃうのが本当にね、もうイライラするの。忙しい時間帯にさ、おなーっていうさ、めちゃめちゃ短期の人やんっていう感じなんですけど、本当に嫌いなんですよ、あそこのベーコンのこのベーコンとかのミートボールのテープがね。今日はふーちゃんがね、パスタがいいんだって。だからご飯は炊いてないです。パスタを作って、パスタ弁当です。これも大事だけどさ、卵焼き先作った方がいいんじゃない？私、よいしょ。なんかさ、最近さ、私悪夢をねすごい見るのね。今日のね、私の夢がね、変な地下室にいるんだけど、その地下室でつんつんと BE:FIRST のメンバーと間に挟まって、戦いっていうか逃げてる、何かから逃げて何かと戦ってるみたいな夢を見たんですよ。不思議な夢。まあ、本当夢ってさ、不思議なもんでさ、ちゃんとさ、自分がさ、出会った人が出てくるじゃん。知らない人ってさ、ちょっとこの辺モヤモヤしてない？これ不思議よね、不思議よねっていうか、すごいよね。ちゃんとなんか夢って夢だけど現実とちゃんとリンクしてるんだなって思う。てか本当に寒くなってきた。冬が嫌いです。でもさ、中にはさ、冬が好きっていう人結構いたりするじゃない。皆さんが好きな季節はいつですか？私は春でもない夏でもないところ、7月ぐらいとか、あと秋でもない夏でもないところ、9月とか好きですね。なんかこう気温もちょうどいいし、花粉も少ないしみたいな季節が好き。やばいじゃん、こんな時に限ってやばいんですけど。嘘でしょ、こんな時に限ってさ、電池の変えてくださいってある。この間からさ、電池をさ、言ってたの、変えてくださいって今度が。この間からコンロがね、電池を変えてくださいって言ってたんですよ。それがまさかの今起こるっていうさ。私はその電池を意地でも変えるもんかと思って、くる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 してみたり、一回外してみたり、ふーってやってみたりで、したら使えるようになって、本当に寿命が来た電池ですね。だから今変えました。めっちゃ遠いかもしれない。今、卵焼きを入れてます。はいよ。やばいよね、全然見えてないよね。
焼きができました。あのさ、いい加減買いなよっていうねやつね。本当に100均で買えるんだからね、と思うんだけど、いつも忘れてしまう。おこげのおキスした。ナポリタンを作ります。よいしょ。こちらソーセージ、可愛くするために明るいウインナーを入れて、あと普通の最近そっちゃんがハマってるこのチーズインのソーセージ。朝ごはんも一緒ですね。前にさ、お弁当の残りは朝ごはんにしていいですかみたいな話してたと思うんだけどさ、もう私は一緒です。朝ごはんの残りを朝ごはん、弁当の残りを朝ごはん。ちなみに今日はそっちゃんが浅草に行くのってすごくない？会社見学で浅草ってめちゃめちゃいいと思うんだけど、浅草行きたいな。何もなかったら本当になんか行っちゃってたかも。そっちゃんが行くなら私も行こうみたいな。今日は行けないんだよな。なんかさ、まだね、空ぐらいは、例えばじゃあ私が空の遠足場所にこそっと行ったとしてもまだ起こらない都市です。だけど生は多分今すごい嫌がるかもしれない。恥ずかしさに怒る気がするのは逆にもう通り越したね。それはあ、やばいじゃん、パスタ茹でてないじゃん。そんな話してる場合じゃないの。いつもはこれです。このチンで湯がいてもらう。こちらさんはやべべ入れて、水入れて、塩入れて、11分 OK。 今日唐揚げをね、入れてあげようと思って忘れちゃったんですよ。唐揚げを、鶏肉がないよね。まあ保冷剤をこの冬場に入れた方がいいのかっていう話をしててさ、この間。私は夏場とかこういうのを一個ポンってお弁当の中に入れちゃったりするの。これさ、ノアが好きだった冷凍のさグラタンなんだけど、これ入れておいてみようかな。赤いウインナーを、ハートキュンです。女の子だったらさ、すごいさ、きっとさ、かわいいこういうハートとかさ作ってもさ、あ、かわいいってなってくれるの。の時はそうだった。なんか一個一個反応してくれてたんだけどさ、高学年男子になるとさ、完全もう食べることが第一だからさ、気づいてくれるかな、こういうかわいさを。こんな感じでハートでかわいくやりました。あとはミートボール、ボールを食べて。なんかさ、今日の動画さ、すごい話がいろいろ飛び飛びな気がする。喉乾いたからコーヒー飲みます。とりあえずなんかね、やっぱ朝一杯目はお水がいいので、お水を一回飲みます。でもコーヒー大好きだからコーヒー飲みたいから、一発目はグッて飲んで、コーヒーも16と18時以降は飲まないようにしてる。そうだ、あととっちゃんが今日お弁当のフルーツ何がいいってなって、みかんの缶詰とパイナップルがいいって言われて、はい、こんな立派な大きいパイナップルを買いました。少しなんだかんだで時間が進んでる、当たり前だけど。はい、私のコーヒーの完成です。ではあと10分したらそっちゃんを起こさなきゃいけない。フルーツを切る時間もないねっていうやつね。お弁当箱は このね、もう大きいサイズになりますね。空が多分今うちで一番食べんじゃないかな。お弁当箱も普通のサイズに変わりました。手よりも大きいサイズに変わったよ。できるまでの間、私はこのロングのパンを食べます。よいしょ、よし。
して。はい。ちょっと綺麗じゃないけどできたので入れまーす。よいしょ。もうちょい入りそうだけど、もうすみません。よいしょ。どうなんだろう。これ入れちゃっていいのかな。このまま。ほいっと。もうさ、ハロウィンの可愛いやつがね、まだ残ってたのでプリン見て、可愛いんだよ。じゃん、ポムポムプリンをどっかに入れたい。この辺かな。キティちゃんも入れとこうか。はい、キティちゃんキティちゃんも入れとこう。どんな感じ。どうなの、なんかバランスが分からん。なんか布団かけてるみたいな感じの可愛い。入らない。これ蓋閉まらん。あと1個でいいのかな。バランスが難しい。はい、お弁当がとりあえずちょっと待ってね。こんな感じか、置いとくじゃん。箸じゃん。はい、そうしましたらちょっとどうしよう。今ね、空を起こさなきゃいけないといけないんだけど、先にちょっとパイナップルだけ切っちゃいます。サクッと。よいしょよいしょよいしょ。めっちゃ美味しい。500円ぐらいで買えたんだよね。パイナップル。パイナップルとコーヒーは合わないな。フルーツ入れるいい感じの可愛いのがないので、これに入れちゃいます。缶詰。こんな感じで。ちょっと欲張りすぎかもしれないんですけど、めっちゃいっぱい。はい、こんな感じで入れました。OK です。とりあえず空を起こしていきます。はい、ということでそっちゃん起きまして、朝ごはんはこんな感じ。もう本当にお弁当のお皿版ですね。こんな感じで朝ごはんを食べてもらって準備したいと思います。そしてお弁当の完成、今撮りますね。待ってねー。そっちゃんさ、ご飯食べてさ、酔い止めの帰りもさ、飲めたら飲みな。よし、うん、いいです。間に合った。で、あとお茶。お茶入れて、OK です。はい、ということでお弁当はこんな感じで完成です。もうすごい。すごいなんかもう簡単な感じのお弁当です。いつも通り唐揚げがね入れたかったけどなかった。失敗しました、そこは。ただいい感じにね、そっちゃんのそっちゃんらしい可愛いお弁当になったかなと思います。しまった、箸は下ろしたての箸。見て、マイゼンの箸を入れます。使い洗って、洗ってマイゼンの箸、テープですね。名前の
杉浦空のシール、名前シールを貼って、こんな感じですね。OK です。で、もうあと15分で出発しなきゃいけない感じなので、ダバターと作りに出したいと思います。間に合った。あとはご飯そっちゃんが食べて、酔い止めを飲んでもらって、着替えてって感じになると思います。はい、ということでですね、ただいま学校チームを全員送り出しました。そうで、今日めちゃめちゃ天気がよくって、で、私本当に普段学校の日もギリギリに起きて、もうバタバタに朝を過ごして迎えてるんですね。久しぶりにさ、5時台にこう起きてさ、冬だから起きるのは辛かったんだけど、なんか朝早く起きるとすごくこう朝を有意義にできてる感じがすごいして、そう、今も洗濯を終えて布団全部干して加湿器にお水入れてとかやって、なんかね、すごい気持ちが最高なんですよ。気持ちいいなと思って、天気がいいしさ、これから冬場で朝起きるのはしんどいけど、なるべくちょっと早起きをしようってそういう気持ちになりました。今日ね、そっちゃんがパスタがいい、パイナップルがいいっていうね、そのリクエストをもらっててさ、作ったんだけど、で、まあ、お弁当はもちろんだけど、朝ごはんもそれを出したわけよ。でもね、もう美味しかった美味しかった、お昼も楽しみって言って、もうずっとそれを言ってね、出発してってくれたから、なんかそれもすごく嬉しくってさ、なんか朝も昼もそれでごめんって感じなんだけど、喜んでくれてたからよかったなと思って。途中でさ、コハがね起きてきちゃったから、めちゃめちゃバタバタしたんですよ、送り出すタイミングが。そのところは全然伝わらない感じだったと思うけど、本当に朝はバタバタなんだけど、でも自分に余裕があるから、すごいゆっくりとした、そう、朝を過ごせたかなと思って、そうそうそう、最高でした。なので今洗濯ね、2回目行こうかなと思って、やばいくらい超起きた洗濯2回目行こうかなと思って、今日は歯医者もあったりするのよ。ちょっと歯が欠けちゃってさ、歯医者行ったりとか、あとおばあちゃんの病院行ったりとかするので、ちょっとバタ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 っていうか、予定はある一日になるので、今日も今日とて頑張っていきましょう。はい、ということで、この動画楽しかったのかよくわかんないんですけど、この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、そして TikTok にアンジュシャルームパセリ、そしてイリュンやってますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。